後半はちょっと手前から攻めた方がいいっぽいですね。ちょっと超欲しいんだけど、そう手前から攻めた方がいいっぽいっていうのが分かったんで、ちょっとグリーンを狙わず手前で止めて、でアプローチがいいっぽいなって感じたんですけど、うまくできるかは別として、作戦はそうしたいです。出ますけど、ネズミ、はい、いや、え、猿とか猿はテレビで見る、猿とか鹿、鹿がよく出ます、はい、もう繁華街とか歩いてるとネズミがもう高さがすごい動いてます、ね、はい、街はネズミがいっぱい、ゴルフ場はゴルフ場は鹿と猿と、あとリス、あ、リスはね、いるよ、うんうん、かな、おー、ナイショー、よし、よいしょ、お、いいよ、ちょっと左、でも、まあ、大丈夫
あれ、ちょっと左。オッケー。ドライバーここまで。すごい。70ぐらい。あーちょっと右。めっちゃいい感じ。あちょっとちょっと大きかったから。ちょっと大きかった。50ぐらいかな。ちょっと短いよ。ちょっといったけど短すぎた。わあ、バーディーだったのに入ったら。じゃあパーを決めていただいて。決めないと。もう旗に当てる感じ。はい、よし。ちょっと右に来るかもしれないから。こっちにね。旗、うん、旗の左。左ね。あ、そんなことあるんだ。はい、無事にお昼のスノーゴルフは終わりました。まあ、チーム のスコアはワンオーバーで、この初めての参加なんで、その優勝がどのぐらいのスコアなのかちょっと分かんないんですけど、普通に良くないですか。皆さんが上手でしたね。なんとか私もちょっと貢献できたんで、まあ、よかったと思います。みんなでこうバイバイできたんですごい楽しかったですし、なんかゴルフ場じゃないところでのゴルフっていうのもなんか面白いなって思いました。いやなんかね、今日来れてよかったです。すごい楽しかったです。それで結構ビビってたんですよ。ゴール当たんのかなとか。ほんでもらったんでちょっと飲みます。北海道札幌クラシック、北海道限定だよ。美味しそう。まあ、この後表彰式なんで、まだ全員まだ終わってないので、それまでちょっと飲んでゆっくりします。うん、美味しい。結構さっぱりしてる。うん、いきます。うわー、美味しそう。さっぱり鍋。鮭大きいの。これすごくない？ね。あ、美味しい。なんかずっと飲めるわ。すごい身がギュッて締まってて、相当動いたんだと思う。相当動いてここに来た。とっても美味しいです。ちゃんと全部いただきます。あ、すいません、おめでとうございます。では続きまして。あったかそう。あったかそうなニットです触れないんですけど、開く閉じるっていう動作が多いみたいなんで、ちょっと直したいと思って頑張ってます。こっちこのまま回って
よきよき。リヴァイまで来て、こんなにしっかり練習できるとは思わなかったです。いい練習になりました。楽しい楽しい。